次はあのケージを開けますとは言ったが、このペースで魔法を使い続けるのは危険かもしれない。途中で魔力切れになる事態は避けたい。少しでも温存するためには。な、レオナ先輩、勝手にケージを開けないでください。お前はそこで見てりゃいい。片付けてくれ。え、レオナ先輩、待ってください。俺が誰のために率先してケージを開けてると思ってるんだ。クソ、勝手なことばかりしやがって。まとめて相手になってやる。なるほどな。やる気か。どうだ。策を取ろう。身の程をわきまえ。いいぜ、任せろ。情けねえ面すんな。上がってろ。始めようか。褒美はたっぷり。お前は俺の手の内だ。ほら、分かったか。これが覚悟の差。鍵はなさそうだな。はい、残念ながら。ところで、さっきのことですが。さっき。ああ、お前なんでついてきたんだ。見てろって言っただろ。そんな言葉に従えるわけないでしょう。何が起こるかもわからないのに。単独行動は慎んでくださいと何度も言っているはずですが、はあ、無駄に疲れる。次こそはお願いしますよ。